カヌエ・センナ殿、こうして直々にお話しする機会をいただき感謝します。シャーレアン哲学者議会を代表してまいりましたフルシュノ・ルベユールと申します。はじめまして、フルシュノ様。こちらこそ急な要請にもかかわらずおいでいただき深く感謝申し上げます。ご無沙汰しております、お父様。お元気そうで何よりです。まあ、二人もよくぞ無事で。本国で待つアメリアンスも聞けば安心することだろう。お母様、お母様はお元気なの？もちろん、毎日お前たちの身を案じているとも。おかげさまで家族と再会する時間も得られました。聞いたところによると、かつてここグリダニアでは我が父ルイゾアが万神の脅威を解いていたこともあったとか。ええ、第七霊災が起こる直前のこと、グリダニア王となったルイゾア様は万神の脅威を訴え対策に奔走してくださいました。その尽力があればこそ被害は最小限に抑えられ、ガレマール帝国の侵略も跳ねのけることができました。今日のグリダニアがあるのはかのお方のおかげなのです。その賛辞は受け取りかねます。私はむしろ父の行いに最後まで異を唱えていた。そしてその考えは今も変わってはいない。地の集積者として歴史の観察者たれ、それがシャーレアンで学術を研鑽する者の理念でしたね。理念であり
信念と言い換えてもよいでしょう。カヌエ・センナ殿、私の携えてきた回答をエオルゼア同盟軍の各名手へとご伝達願いたい。我々シャーレアンは今後ガレマール帝国及びエオルゼアにて発生するいかなる紛争にも介入する意思はないと。今世界が終末の危機にあることはご存知のはず。なぜその決断に至ったのかお聞かせ願えますか。終末？いや、こんなものは人同士のさまつな小競り合いに過ぎない。我々シャーリアンが抗うべき終末ではないのです。待ってください、父上。あなたは何をおっしゃっているのです。今抗わなければテロフォロイの企みに屈するのみ。小さな島に閉じこもったまま開ける未来があると思いか。アルフィノの言う通りよ。私たちは戦いの前線に立って脅威に立ち向かってきたわ。だからこそシャーレアにも無関心でいてほしくないの。掲げる理念が大事ならちゃんとそれを果たせるように今は手を取り合うべきよ。そんな風に声を荒げて。私はお前たちならば正しく学べるだろうと信じてエオルゼアへの渡航を許したのだがな。学びを得るどころかまさか知性を失うとは。私がなぜ父の行いに異を唱え続けていたのか思い出しなさい。問題解決のために戦いを選ぶこと、それは本当に賢明な道なのか。人を殺し、土地を汚し、国を疲弊させる。勝利をつかんだとて生じた犠牲を埋めるには長い年月がかかる。そんな選択は長期的視野で見てなお正しいのか。真に知的なものとは争いを避ける術を知る者のことだ。お前たちが大切なものを得たというのなら、なぜそれがわからない。いくら黙っていても構わない。ただそれは正当性を証明できぬ行為、他者に強いようとしていたということだ。それこそが周囲を惑わし、いたずらに被害を広げ、シャーレアンの真に重大な使命を阻むだろう。アルフィノ、アリゼ、今日からルベイユールの名を捨てよ。今後お前たちの行動に私は一切干渉しない。戦いを望むのならエオルゼア諸国と共に好きなだけ血を流すがいい。お待ちください。シャーレアンの見解は分かりましたが、どうか今一度互いの未来のために対話を。結構。何を言われようと我々の考えは変わりません。お互い他のことに時間を割く方が建設的でしょう。待ってよお父様。行くなアリゼ。なんで止めるのよ。だってこんなの、こんなの。
Thank you.